藤影聖樹10月13日から1966年1月2日は、日本舞踊家、当院理を創始し、新舞踊を開拓した。全名に、藤影静江、藤間静江、新しくもややえ次内田静江など、本名は、内田八え、一時期、長い家風の妻だった。虎吉、ゆきの次女として、新潟市小町に生まれた、入り婿の父は、岐阜の寿司屋を継いでいた。 義父は、越後高田藩坂木原家の家臣だった。5歳頃から、町内の義論、町内屋に居ついて、踊り屋、三味線に親しみ、9歳から鹿はの堀根に踊りを習い、寺小屋で読み書きを学び、13歳で舞子となった。1898年、19歳の時上京し、翌年、市川久米八の弟子となり、師匠の知人の与田学会から打ち出しずえの芸名を、もらい、 また、佐々木信綱の名義園で短歌を学んだ。1903年、川上乙次郎一座の工業に、久米八に従って、明治座の舞台を踏んだが、日部への転身を進められて二代目、藤間寛衛門に入門した。31歳の1909年、藤間静江の名を許され、生活のため新橋総十郎長に新智恵家の看板を出し、芸技八十継となった。文学芸者と呼ばれた。 1910年、慶応義塾大学文学部教授、長井家風と、慣れそめ、向上を深めて、5914年結婚したが、家風の浮気に怒って1年足らずで飛び出し、80次に戻った。家風とは離婚後間もなくして半年ほどよりを戻し、その後も会うことがあったものの、1937年以後は、全く切れた。家風と別れて馬鹿したなどと生涯のロケを口にした。 1917年、関江門の了解を得て、同門の二人と勉強会、党委員会を模様し、会を重ねて、藤間静江の党委員会となり、舞踊に専念するため、1919年芸儀を廃業した。次第に新演出を増やし、1921年の新作、重い本の客席には、六代目、小野江梅光、七代目、松本光志郎、六代目、小野菊五郎、 七代目、坂東三つ五郎、二代目、市川猿之助、などの歌舞伎俳優も集まった。当委員会には、和田栄作、田中良、北原白州、元織長代、山田耕作、中山新平、町田義明、吉田聖風、宮城道夫、佐藤千也子、勝本誠一郎、岡田義子、初代、水谷八重子らが協力した。1924年の邪神演理。 翌年の仮テーもは、勝本聖一郎の野心作とされた。静江は勝本が山田純子と相愛になるまで関係があった。静江の男性遍歴は、団長帝、日常1940年12月1日上に、家風が書いている。1928年、単身シベリア鉄道経由でパリへ行き、居合わせた吉谷信子の世話になり、ロンドンへも連れ立った。 明けた1929年、パリ在留の画からの企画により、シャンゼリゼ通りにあったテアトルフェミナで一度講演し、帰国した。1930年から麻布カスミ町に長く住んだ。門下には、両家の子女が多かった。その秋の第20回講演の演目には、リストのハンガリー教師局を使った、シュー・マイヤ・プッチーニのお長夫人もあった。翌年国民文芸賞を受けた。 1931年、三代目、藤間勘衛門から、藤間千園を返せと言われて従い、党院流家元藤影静江を名乗り、日本舞踊協会から脱退した。その後数年間の党院会は、長唄、清本などの方角の他に、フォーレ、オネゲル、マスネ、リムスキー・コルサコフ、フローラン・シュミットらの曲も使った。様相の舞も舞った。 1937年以降の戦争下では、前衛は迎えられず、愛国更新局や君が予編奏局や期限2600年、昇華も踊らねばならなくなった。その新体制の大道団結の1940年、三代目、藤間寛衛門改め、藤間関西に詫びて和解した。1943年、63歳の時、第50回答委員会を開いて、 不養生活50年を祝う。1945年の敗戦前後の混乱は、新潟市と柏崎市に避けた。1941年に新築した、霞町の家は焼け残った。1949年第51回党委員会は1946年の晩秋だったが、敗戦後は、占領軍のキャンプで門弟と日部を披露する仕事ができた。1948年春頃、 六本木三丁目に新築した家へ移った。1949年の第52回は古希野がおかねた。その後も党委員会をほぼ年一回開いたけれども、覇気は次第に衰えて恩習会的になっていった。1953年、東京新聞から初回の舞踊芸術賞を贈られた。1956年、第58回で記事を祝われ、 翌1957年、藤影静江の名跡を、門下の藤影三代枝に譲り、隠居して、藤影聖事を名乗った。初代と二代目とは、六本木の家に住んだが後不和になり、1958年に、聖事は、東院流宗家を建て、東院流は、宗家派と二代目派とに分裂した。1959年に、長井家風が没した後の聖事は、 明日の30日に家風の最後の食事だった。カツ丼を取るのを習いとした。1960年、死守法省を受けた。翌年、党委員会が第63回に達した。1963年晩集、歌舞伎座で最後に待った。1964年文化功労者となり、翌春君四党法官賞を受けた。文化功労者になる前から病床にあり、1966年の、 念頭に没した。墓は、東京都港区芝公園一丁目の上昇院にある、吉谷信子、私の見た人、朝日文庫中の一辺、藤影聖樹、ありがとうございます。